デビット・スターン、デビット・ジョエル・スターン、デビット・ジョル・スターン、1942年9月22日台は、北米のプロバスケットボールリーグ NBA の第4代。同職に就任した1984年以降、リーグの再建と改革に取り組み、当初は破産の淵にあったリーグを、北米でも、有数のプロスポーツリーグに成長させただけでなく、 世界的な事業展開にも成功させている。スターンをプロスポーツ界で屈指のコミッショナーと評価する声がある一方でリーグの選手やチームオーナーの一部からは独善的な手法に批判が上がることもある。ニューヨーク市出身。スターンは食料品店を営むユダヤ系の家庭に生まれた。子供時代からしばしば店の手伝いをしていたスターンは 高年勤労の倫理を店内のカウンターで学んだと10している。若い頃のスターンは多くの子供と同様にバスケットボールをプレイすることがあり、地元の NBA チームニューヨークニックスのファンでもあったが、バスケットボールとの関わりはそれ以上のものではなかった。公務員になることを考えていたスターンは、ラトガース大学に入学、政治学と歴史学を学び、優秀な成績で卒業した。 卒業後は、コロンビア大学の法科大学院に進み、法律を学んだ。スターンは、コロンビア大の最初の1年間は、店の手伝いをしながら勉強した。1966年に、コロンビア大での家庭を修了したスターンは、ニューヨークにあるプロクソアー、ローザ法律事務所に就職。NBA の本部は、ニューヨークにあり、スターンに与えられた仕事は弁護士として、 NBA の外部顧問になることだった。その後10年以上にわたり、スターンは NBA に法律面での助言を行った。1978年、当時 NBA のコミッショナーだったはスターンを誘い、NBA の法務部門立ち上げに関わるよう要請した。これを受け入れたスターンは、法律事務所を離れ、顧問として NBA に加わった。そして2年後の1980年には、 取締役副社長として、コミッショナーに次ぐ地位に昇進した。この時期には、スターンの主導により他のリーグに先駆けて、サラリーキャップが導入された。各チームに、選手年報の合計額の上限を定めることにより、財政的な基盤の弱い球団の不利を軽減することが目的だった。1970年代末期の NBA は、 労使間の紛争だけでなく選手の薬物使用などの問題も抱えており、悪いイメージが付きまとったリーグの人気は低迷していた。新人だったマジック・ジョンソンが活躍した1980年の NBA ファイナルは録画で深夜に放送されるに過ぎず、視聴率も思わしくなかった。当時は23あった球団のうち17が赤字を出しており、リーグの財政が破綻する可能性があった。 1984年の2月、コミッショナーを退いたオブライエンの後を継ぎ、スターンがコミッショナーに選出された。当初スターンが取り組んだのは薬物の使用をリーグから排除し悪いイメージを払い拭えること、そしてリーグを財政的に再建することだった。スターン指揮下の NBA は選手の薬物使用に監視治療の支援をするという方針を取った。リーグが提供する 薬物乱用の治療プログラムに取り組む者には、公正の機会を与えたが、受け入れない選手はリーグから追放された。スターンが NBA を主導した1980年代は、スター選手に恵まれた時代でもあった。スターンがコミッショナーに就任した1984年の決勝では、ボストンセルティックスとロサンゼルスレイカーズ対戦。 両チームのエースだったラリーバードとマジック・ジョンソンは大学時代からのライバル同士であり、両者が対決した決勝のシリーズは全米で大きな注目を集めた。またそのシーズン終了後のドラフトではロサンゼルスオリンピック金メダリストのマイケル・ジョーダンがシカゴ・ブルズに入団。ジョーダンの活躍は新たなファンの獲得に大いに貢献した。ラリーバード、マジック・ジョンソン、 マイケル・ジョーダンは海外にもファンを持つようになり、NBA は次第に国際的な知名度を高め始めた。80年代末期には日本の NHK も定期的に NBA の試合を放送するようになった。80年代は米国でケーブルテレビが普及した時代でもあった。NBA の球団の多くは地元のケーブルテレビ局と契約し、ファンは 大手ネットワークが放送しない試合を視聴できるようになった。ケーブルテレビによる試合の放送も NBA 人気の底上げに貢献した。同じ時期にスターンは NBA 関連の映像等の商品化を統括する NBA エンターテインメントを設立。この会社が関わった商品のうち初期にヒット作になったのはマイケル・ジョーダンのプレーをまめたハイライトビデオだった。 NBA 人気の高まりを受け、スターンはリーグの拡大に乗り出した。80年代末期の1988年には、新設球団、シャーロット・ホーネッツ、ゲンニュー・オーリンズ・ペリカンズが、1989年には、ミネソタ・ティンバー・ウルブズとオーランド・マジックが、リーグに新たに加わった。マジック・ジョンソンとラリー・バードに牽引された80年代が、ぎ。 1990年代に入ると、マイケル・ジョーダンのシカゴ・ブルズが競合として対等していた。1991年にシカゴ・ブルズがマジック・ジョンソンのロサンゼルス・レイカーズを破って初優勝を果たすと、ブルズとジョーダンの人気は頂点に達し、NBA 人気も世界的なものになりつつあった。1992年のバルセロナオリンピックに NBA 選手が 米国代表として参加したのはこのような時だった。ジョーダン、マジック・ジョンソン、ラリー・バード・ラメル選手が一堂に集まったドリームチームオリンピックを席巻し、NBA の知名度を世界的にさらに押し上げることに貢献した。以降の NBA は次第に海外からの選手を増やしていくと同時に、その選手たちの出身国でも人気を高めることになった。 90年代の NBA は海外での事業展開に力を入れたことも特徴だった。シーズン開幕前に NBA のチームがヨーロッパを訪れオープン戦を開くようになったのは90年代に入ってからだった。また90年代初頭から NBA はシーズンの公式戦を日本でも行っている。海外市場への展開を本格化するため NBA は 米国以外にも事務所を開くようになった。現在は本部のニューヨークのほか、マヤミ、トロント、メキシコシティ、ロンドン、パリ、バルセロナ、東京、台湾、香港、シンガポール、メルボルンと世界の主要な地域に事務所を置いている。カナダにチームを置くこともスターンと NBA の願いだった。1995年にはバンクーバーグリズリーズ、後にメンフィスに イテントトロントラプターズが創設され、NBA は新たな市場を獲得した。90年代後半になると、スターンはさらなる新規市場の開拓を目指し、女子のプロバスケットボールリーグの設立に取り組んだ。1996年にはワンバが NBA の支援の下発足し、翌年には最初のシーズンが始まった。1999年には、 マイケル・ジョーダンが引退し、同時期に NBA は選手と球団オーナー側による労使交渉の行き詰まりによりロックアウトが発生、シーズンの開幕が4ヶ月遅れるという事態に陥った。これらによりリーグの人気は低下し、NBA と各球団の収入も低下するという不利な条件にありながら、スターンはテレビ局との交渉で公営権を24%、 上乗せすることに成功し、脱腕ぶりを発揮している。スターンがコミッショナーに就任して以降の20年以上の期間で当初は破産の危機にあったリーグの収益は5倍になっており、観客は60%増加している。米国内でも注目度が低かった NBA の試合は今や世界の200以上の国や地域で放送されている。 営業面でのスターンの手腕は否定し難いものであり、一台でリーグの経営状況を大きく向上させた子は、プロスポーツ界でもあまり例のない業績である。一方で、NBA であまりに大きな権限を行使していることや、規則の厳格な適用は一部で不評を買うこともある。リーグの規定を違反した者に対しては、選手ばかりか、場合によっては、球団オーナーであっても、 罰則適用の対象になり、罰金の支払いが求められた。リーグのイメージを悪くする恐れがある行為に対しても、厳しい態度で臨んでいる。スターンは、挑発的な歌手を含む CD を発売しようとした、アレンアイバーソン、フィラデルフィアセブンティシクサーズを批判し、結局 CD の発売は中止となった。近年では、NBA が設けた、服装規定。 ドレスコードが論争の的となった。チームの選手として活動するときには事実上スーツの着用を求める規定に対し、ヒップホップ風のファッションに親しむ一部の選手からは人種差別であるという批判も上がり、議論を呼んだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。